皆さんこんにちは、あいりです。今日はですね、今から東京に行きます。コクンと一緒なんですけどね、マスク姿ですみません。今日は Vlog を撮影していきたいと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。着いた？うん、着いた。ここはどこですか？ここは永田町です。私初めてかも、永田町。おしゃれな街だな。なんかやっぱり東京ってあれだよね、近代的。そう、首都だからね、日本の。ビルとかも高いのいっぱいあるじゃん。名古屋ってさ、本当にさ、名古屋駅とかしかないじゃん。ない。こっちなのにすごい高いビルあるもんね。何言ってんのかなって。今日もコクーンがね、ホテルを撮りました。今日撮ったホテルは、はい、ここです。かわいい。うん、アートだ。どうやって見つけられなかった？私に探すのすごく苦手だもん。知ってる。いつもなんかおしゃれなホテル泊まりたいなと思ったら、なんだかんだでさあ、ビジネスホテルになっちゃう。前間違えてカプセルホテル泊まっちゃうとこだった。ここです、今日は。ザ・プリンスギャラリー。さあ、入って。はい。ちょっとさ、なんかいつもと違う感じになると思う。パニックになっちゃうわ。パニックなの？パニック、なんかもうどこにエントランスがあるのかとかが分かんない。そんなの、ここに行けじゃん。口があるもんね。乾杯。お疲れ。あ、いや、飲めよ。取らないと飲めなかった。味を伝えろって言われるとちょっと分からないですね。結構かわいいじゃん。いいでしょ。アートしてるね、おさら。和菓子とチョコレートと抹茶のマカロン。そう、私結構ガッツリ。本当だね。ショートケーキとタルトと、私塩キャラメルのマカロンとクリームブリュレ。じゃあお部屋に行きましょう。すごい顔。すごい顔って言ってもさ、上しか映ってないでしょ。そうだね。なのにすごかったの。すげえ、開いてく開いてく。あ、本当だ。わ、本当だ本当だ。すごーい。わー、すごい。わー、景色がすごい。すごい。わ、すごい。わー、夜さ、夜景すごく綺麗なのね。ね。わー。わー、出てた。うん。外国人で。わー。じゃあ、コクーンさん、今日こちら、コクーンさん、これでね、こちらも、今日こちらで、ぐっすりお休みください。あゆさんはこちら、使わせていただきますので。そうですか。はい。すごい、一人で広くないですか、ね、大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫です。でも、こちらの景色がいいので。確かにね。はい、こちらどうぞ、うん、特等席なので、よかったら。あ、ありがとうございます。はい、ごめんなさい。なんでやねん。でも、もう、すっけすけの、こちら。わ、すけすけだ。はい、案内して。あ、はい、こちら下はですね、ものすごい高価な大理石を使わせていただいております。それはですね、太い大理石、小さい大理石をうまく組み合わせて、この技法がものすごい技術なんですよ。このスケスケどうにかならんのかな。これ、スケスケ隠せるんじゃないかな。マジに？バスルーム。でかい、あれしてて。あ、わかった。いくよ。はい。今ちょっと転倒しただけだよ。もしかしてこれ、開けて、うん、うんうん、入ったら？え？変わりませんけども。やめな、スケスケだこれ。スケスケですか？もうスケスケだわ。もうこれスケスケですか？ちょっとじゃあいいですか、これだと思うんですけど。それスクリーンの向こうじゃない？やってみて。おお、ほら、これじゃん。じゃあもう一回外します。うわー、すごいね。こっちからは見えるんだね。こちら側から見えるので、こちら側には来ないでください。はい、ということで今ホテルに着いて、ちょっとね、お茶して部屋に入ってきたんですけど、この後ですね、所属しているウームでお仕事があるので、そこに行こうかなと思います。行ってきます。今からウームに行きます。エレベーターがわけわからなくて何時でも迷っちゃう。わかんないよね、こう。会食をさせていただいて、で今ホテルに帰る途中です。まあ、いろいろね、なんか自分が思ってることとか、こうしたいっていうことをね、会食を通じて話ができるっていうのはありがたいなと思って、うん、
話せた話した話せたそうそう、より良いね動画をお届けするための、そうそうそうです、そうです、会議ですね。そう、本当にそうです。またより一層ね、なんかいいものが撮れたらいいなーなんて思ってます。なんか真面目なこと言っちゃってるけど、もう書いて寝るだけ。全然もう多分この動画はもう次の日になってるね。次はお、すごいホテルに帰ってきて、どんなもの見える、すごい、綺麗だ ね、 ね、すごい写真、すごいいい写真撮れた。なかなかインスタ載せますんで載せます、ご覧ください。おー、すごい嬉しい。ラウンジ的なところで今お茶を飲んでます。景色がすごく綺麗。おはようございます、悟空です。なんでこんなに暗いかというと、窓をですね完全に閉め切っているからです。で、アイリーはそこにいます。おはようございます。もう真っ暗で何も見えないですけど、まあ、ここでね窓を全開にしてみたいと思います。うわー、眩しいだろうね。じゃあ行きます。はい、うわー、あー、いい天気だけど眩しい、あー、景色がいいけど眩しい。いい景色と眩しいが交互に来てる私のところに。皆さん、これが東京の朝です。みんな東京の方は見てるんじゃない、まあ、ほぼ東京の方が多いかもしれないですけど、これが東京の朝です。おはようございます。朝です。朝ですね。じゃあ今からアイリーの Get Ready With Me を始めたいと思いまーすじゃあ用意しましょう。うん、うー、眩しい。うっ、朝ごはんを食べに来ました。ここから見える景色がすごく綺麗。コクンとどこか出かけるときはいつも雨が降ってるから、今日珍しいね。今年は違うから。今年は違う。今年は違う。今年は違うそうです。すごいね、すごい立体的。上に重ねる、上に積み重ねるパターン、すごい卵焼きの上にウニが乗って、ね、本当だ、すごい、すごい。はい、じゃあいただきます。今国会議事堂に着きました。着いたんですけど、なんか中に入れなさそうな雰囲気醸し出してるいつでも入れるんじゃなかったっけあれ、なんか衆議院はいつでも入れるって書いてあったんだけど、ね、中に祝日は入れないのかな。入れない空気、ね、プンプンしてる、ね、うわ、正面じゃん、うん、ここからしか見れないせっかく観光しに来たのにね、通り過ぎるだけっていう、うん、ことになりました。くんが聞いてくれて、正面からは中に入れないらしい見学の受付は裏にある、ちょうど真裏にあるみたいで、敷地が大きいのでかなり歩くんですけど、向かってます。受付ここみたいでレトロな感じ、すごい参観受付だ。では入りましょうか。うん、はい、入りましょう、入りましょう。国会見学しました。すっごく楽しかった、ね、とにかく勉強になったし、いつもテレビで見てる光景をなんか間近で見たような、でなんか建物も文化を感じたっていうか、大体ほぼ日本国産で、うんうん、で鍵は米国産で、ステンドガラスにイギリス産、うん、でポストがアメリカ産。あ、そう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 、なんかいろいろ勉強になって、すごいね、うん、すごい。じゃあ今から、はい、国会議事堂から東京駅まで歩きます健康のためにね。いやー、よかった、充実してた。国会見学なんて小学校以来だわ多分私もしたんだろうな。皇居です。はい、こんなに広いんだね。ね、私も結構狭い。だから名古屋城ってすごい狭いじゃん、お堀この半分ぐらい。そうそう、向こう側に行くのがすごい狭いんだけど、やっぱすごいね。ね、すごいね、すごい。なんかあそこ入り口みたいなのがある。本当だ、じゃあ入ろう。みんな服で入ってってる。あ、本当だ、ランナーたちがみんなそこに吸い込まれていくここが旧江戸城です。知ってるわって。なんか桜田門なんとかの変とかなかったっけ。あったよね、旧江戸城外桜田門。現在この門は桜田門と呼ばれますが、正式には外桜田門といい、どうのこうの全部あ、ほらあ、そう、この門外で大老井伊直輔が暗殺された。あ、そうそう、桜田門外の変だよ。そうだそうだ、懐かしい、桜田門外の変、めちゃくちゃ懐かしい。それはわかる。ランナーがみんな桜田門をくぐっていく。神々やないかい。どうですか、前来た時こんなにランナーいたかなって思って。いないよ ね、 ね、うわーうわー、にぎわってる。オフ会やってんじゃない。あ、なるほどなるほどあ、でもオフ会やったらこうで
誰もこうかもしれんけど。そうだよ、私一人でポツンで桜ラモン街で待ってたから。違う、俺はランナーじゃない、あれ。あ、なるほど、ランナーランナーの集まりだわ。あ、そうだね、カルガモがいっぱいある。カルガモの群れ。今日よく喋るね。楽しいもん。楽しい楽しい。いや、僕らがたくさん喋ってることが楽しい、私は。なんで。さて、はい、国会議事堂から東京駅まで歩いてきました。はい、めっちゃ遠かった。いい運動だった。楽しかったよ、すごく楽しかったね。うん、もう目の前が東京駅だ。本当だ。なんかちょっともうランチして帰ろうかなと。そうっすね。ね、はい、ということで今から名古屋に帰ります。すいません、こんなねちょっと怖い感じのマスクしてるんですけど。